はい、では三脚の説明をさせていただきたいと思います。登山をで使っている三脚から説明させていただきます。でこちら超軽いアオカの三脚になります。アオカ KB20 ですね。ミニ三脚になります。そんでこのセンターポールをここにつけてつけることもあるんですけど、でも実際ちょっとぐらついて、僕はこのセンターポールはもうなくていいと思ってます。これはあんまりおすすめじゃないので、これは省いて、まあ、この登山用にね、これを持っててたんですよ。で星空とか、まあ、ちょっとした動画を撮るには、まあ、これぐらいの高さで成り立つんですけど、なんか風景を撮るとかになってきた時にはやっぱり前の茂みに引っかかるんですよね。だからほとんど使い物にはならなくて、5時間歩く時はこの三脚を持ってったりしてました。でこのアオカ自体も軽さだけで言うと結構おすすめです。でちょっと動画撮ったりとかするのもすごいおすすめでした。で全部カーボンですね。超気に入っている登山用の三脚はこちらなんですよ。ベスタ TB204CB。 一番高い状態が 1m30 あります。 1m30 あればもう全然問題ないでしょう。で耐荷重が 3kg で、重さがね 802g なんですよ。絶妙でしょ。やっぱりね、登山で 1kg 超えるとやっぱ重たく感じるし、高さは 1m 以上やっぱ欲しいんですよ。いろいろ調べた中でこれぐらいなんですよ。あるの。でもこれは耐荷重が 3kg もあって、カーボン でこのここがね結構ちゃんとしっかりしてるんですよ。あのグリップがこれやわかったらね、すぐフィンアってならず、そういうのがならない。登山やってる人の三脚としては僕は超おすすめなんです。このセンターも結構両方2段階で伸ばせるっていうのが僕の中で熱い。ここで調整するのって結構パパってできるので早いからいいんですよね。これで今一番高いぐらいですね。1300で、これがさっき言った70cm で、こっち 400g でこっち 800g。 これをどう感じるかで、結構直径もね、足も太いので、こっちはね安心できますよ。だっていけるかなっていうのがこのベスタ TB204CB になります。で無機の仕事とかキャンプとかでは一番メインに使っているのが、こちら、ジュリーさんに誕生日プレゼントでもらったピークデザインの三脚、ね、でこちらはカーボンですごい高価で11万ぐらいします。見た感じ結構しっかりしてるでしょ。でも重さが 1.25kg ぐらいしかないんですよ。だから言うてもすごい軽いんです。もうすごい安心もできるし、軽いし、小さくもなるし、三脚のロック式なので、もうすごいベストなんです、僕の中で。なんかずっと基本はこれを使ってます、登山以外は。で登山も近かって、なんか星取りとかも頑張るぞって思う時はこのピークデザインを使います。すごい超絶おすすめなんですけど、なんとこれにもうほぼスペックが似てて、値段が半値のいいものが出たので、そちらをちょっと説明させていただきたいと思います。 HP3E1 トラベルトライポッド、こちらです。でもうこちら超絶おすすめです。まず見た目かっこいい。幕開けで今発売してて、欧米では2億ぐらい売れてるんですよ。で今これ5万台で買えます。で僕が気に入ってるピークデザインのはこれなんと11万なんですよ。半額です。半額以下で買えます。でこのピークデザインよりはるかにいい機能がこっちには含まれてるので、今回すごい説明したかったんです。上げるだけで、で普通って1本でしょ。これは3本あるので、その安定、横揺れの安定がしてます。でプラスこれを抜くと、なんとこっちだけの三脚っていう使い方もできます。でこれ自体も2段階調整できて、これで 15cm、 これで取れます。でこっちも例えば雲台をつけたら、雲台を2つ使ったりってこともできるので、まあ、それが、まあ、この三脚で画期的な一つでもあります。というふうに戻すのを、これを反対にすると、でこれを反対に刺すと、反対からの下からの撮影ができるっていうこともできます。でもこの足がすごいしっかりしてる。もうしっかり止まるし、安心感がある。で重さは 1.35kg ですごい軽量です。このピークデザインと
こっちの平ピー、こっちが勝っている点でいうと、この水平のコール、水平の動きのやつがあるんですね。だからこう三脚でこういうふうに映像を撮ったりっていうのがこっちだったらできるんですよ。アルカスイスのをつけとけば、もうこのままそれはロックになってます。だからもう簡単にすぐに解除できるので、こうやってすごく便利です。ここのこっちを押しながらやるとこんだけで、あと1個、もう1個面白いなと思ったのが、なんと携帯を入れるこれが出てきます。これでこうやって押さえます。これができます。でこれよう考えられてますね。あともう1個このギミックですごいのが、この足です。僕は登山するときよう三脚壊すんですよ。なんとスパイクがついております。こうやってはめると土に刺してこけないようにできるっていうこともできます。で、まあ、どんなことを言われても負けないよっていう仕組みがここには全部あるので、カメラをやってて、で三脚ちょっといいの欲しい、あの質問されたら、このピークデザインとなんかどっちをおすすめしますかっていうと、このヘイピーの方が確実おすすめすると思います。というので今回、まあ、幕開けでそれも安く出てるから、まあ、今回ご紹介させていただきました。ということで、まあ、今回三脚4つ、まあ、ご紹介させてもらったんですけど、まあ、アートライドとこんな感じで、まあ、ちょっとこれからいろんなギアとかとても喜んでいただきたいというものをいろいろこの部屋で紹介できたらと思ってますので、よかったらまた聞いてください。ということで今回この紹介でした。今回ご視聴ありがとうございました。